白魚の踊り食い踊り食いは、魚介類を生きたまま食べること。そのまま食べるほか、大きさなどの問題があるものは、刺身のようにわずかな調理を施す場合もある。一般に言う魚の生きづくりも、料理店によって踊り食いと称することがある。生きたまま食べる場合であっても、ウニやホヤ、カキなど食材に、動きがないものは、踊り食いとは言わない。以下のようなものがよく知られている。 蒸気のもののうち、特にホタルイカやシ白オなどは丸ごと食べるため、衛生当局により寄生虫感染の注意が呼びかけられている。土壌は、アゴクチ口シ症を罹患する危険がある。しかしながら、刺身をはじめとした生食一般に注意が必要なのは、他の食材においても同様である。また、オーストラリアのニューサウスウェールズ州では、息づくりや中華料理のエビの踊り食いなどは、 動物に対する残虐な行為として罰せられる、対象となるためできない。なお、この罰則を、元オーストラリア在住の漫画原作者である、カリア・アキラは、自身のコラムで批判している。ユダヤ教やイスラム教では、生きたままの動物を食べることは禁じられている。創世記9章4節。バイブル、CC、c c ありがとうございます。